おはよう。おはようございます。あれ哲也は釣りと、いや、会ったことないですよ、マジです。なんか似てんね。でも結構その新メンバー出た時に言われてました。言われてましたよ、ね、めっちゃ似てない、雰囲気似てるって。なんか同じ種族、うん、同じ種族ズレマでなんかビーストフォークみたいな。わかんねえ。哲也誰にでも似てる言われるんですよね。健介にも似てる言われるし、大地くんにも似てる言われるし。マジっすか。体型じゃね。恐れ多い。体型じゃない。そうだ。どう第一印象。え、マジ動画で見るまんますぎて。デブ。ダチ君、ダチ君、聞いてもらっていいですか。いいのか、俺に任せていいのか。やっちゃってください。何が欲しいんだ。これですね、水着ペコリーヌってやつがいるんですけど、あの、このおっぱい大きい金髪の子。あ、そうですそうです。任しとけ。おっぱい引き10連ね。はい。はっ、シュッ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 。はい。あ、いや、まだ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 意外痛すぎて寝れないこれ。ごめん。さあ皆さん、お座りください、お座りください。お座りください皆さん、お座りください。どうしたっすか。さあやってまいりました、ある言葉を言うまで終われませんのコーナー。なんか知んないけどこれの時だけそこいつも閉まってるね。そうだよね。ほんと普段開いてんだけどな。さあ今日のお題はですね、はい、5文字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 のある YouTuber の名前を言うまで終われません。あ、もう YouTuber の名前言っちゃっていいんすよ。はい、YouTuber の名前、5文字の YouTuber の名前です。はい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 。瀬戸康史。違います。はいはいはい。きりたんぽ。嘘。嘘だよ。なんだよ。はいはいはい。カジサックさん。え、本当だ。違う。出ないと相手に失礼ですからね、これは。え、確かに。はい、はい、関根さん。関根理沙さん。はい。違うね。五文字。五文字、五文字。いないよ、ね。はい。ファルコンさん。ああ。武器も知らない。ただ、ちょっとヒント与えると、一、うん、人とは限りませんね。あ、なるほどね。はい。あ、もう勝手に一人。はい、そうだと思ってた。え、また万四。確かに、五文字。え、違うんですよ。びっくりした。またなんかやられたと思った。絶対みんな知ってます。ちなみにやばい、そろそろ怒ってるよ多分ね。やばいやばいやばい。ガチャガチャ聞こえる。もうちょっとヒントを出す。男性ですね。女性。そうでかいんですよね。それでかいっすね。あ、ってことは女性だ。女性いるよ。女性部屋かどうかも分からない。待って待って、3個1ですか。ええ。では登場していただきましょう。どうぞ。だってタイミングが…俺だぜ。うわ、時間無駄にした感すげえ。何してんの。ツラリーのパソコンがあるんで、なんかツイートしちゃおう。ガン阻止しましたね。2画面できないでしょ。2画面来た、なんか来た。怖い。めっちゃ怖い、なんかすげえ痛い結構。おい、ツルニー。はい。久しぶりだな。あ、お久しぶりです。お前、今何してたんだ。今普通にちょっと語ってました。タテメント、YouTube について。そんなのんきなことしてていいのか。察したようだな。嘘だ。見てみろ。え、わあ。なんか最近チンチンかゆいって。つぶやかれてる。誰がやったと思う。え、パテメンじゃないもんね。須田先輩でもないですもんね。君か。インターネットには気をつけるんだぞ。わかりました。いい静岡ライフを。突然だけどさ、はい、ドラゴンボール見てました。もちろんですよ。やばくないですか。いや、やばいですね。一番好きなシーンはドラゴンボールで。一番好きなシーンはドラゴンボールで一番好きなシーンはじゃあな。あー、まあ、そう、まあ、そのお決まりじゃん。確かに俺ちげえんだよ。へー。怖いな。私は怖いよ。俺一番好きなシーンはレッドリボンだよね。あれが悟空に向かって銃バーンって撃つの、うん、悟空何気ない顔でパシッて取るの。
めっちゃかっこいいと思って、あれかっこいいしやってみたいなと。あ、というわけで今回実弾を用意しました。いや実弾も買うよジェーン、これコルク銃なんですよ。へー、よくさ射的とかで使う銃なんで、はい、これあんま飛距離出ないんですけど、まあ、まあちょっと YouTube の諸事情的にこれが一番最適かなと、うん、なるほどなるほど。こうパーンって撃ったやつをこう取るやつだったんですけど、でも銃一人向けると危ないんで、今回結構撃つのは壁なんだけど、うん、それを横から取りたい手で、うん、そう、あ、おお今のをパッて取りたいんよ。名付けてコルクキャッチ選手権。やったー。一応念のため危ないんで、うん、目とかに入って、うん、これつければ安心でしょう、うん、距離的にどんぐらいなんだろうね。こっから壁ぐらいにする。ちょうどいいですね。まあ、こうやっていくよ。3、2、1、もうこういう感じ、うん、これでキャッチするってやつ。無理だね。どう距離的に。でもいけそう。無理だね。ははは、無理か。いや、いけるやろ。さもういけるいける、ここいける、うん、いけますね。これでいこう。怖い、行きます。怖い。3、2、別に怖い。3、2、1。全然違うんだね。いや、弾速が毎回変わるんですね、やっぱちょっと若干。若干変わるんですよね、コルクの詰め具合によって。まあ、しゃーないですよね。3、2、1、ファイヤー。見た今当たったね。当たった。ワンチャンある。いけるぜいけるぜ。やる。誰やる。誰やってるよ。だいたいこういうの終わらせる担当がだいたい俺なんで。3、2、1。早いね。いやいけるいける。いくよ。さあ、冷静にこれ外していいですか。クソ邪魔っすね。あ、そこメガネしてる。いいのか、どうでもいいのか。3、2、1。あ、惜しい惜しい。見えてる。音系なのかもしれないじゃない。パンとなるから。3、2、1。あー、ねーねーねーね。見えてるよ。ヤル君もメガネしてるんで。あ、これ無理だね。これ無理だわ。3、2、1。あー、おー、あ、でもそれでやっちゃうから。あ、でもそれが、それ範囲広いからワンチャンあるかも。それのが3、2、1。あー、やばいやばいやばい。3、2、1。あ、惜しい惜しい。俺が切りたい。この動き。いいよ。簡単。3、2、1。おお。ピチつった。3、2、1。わからん。3、2、1。ほら。うお。違う。それ俺、あ、俺バーンって打たれた後の。マイカパチって取った感じで、長弾のちゃんと取りましたよ。なるほど。ドッジボールだったらセーフですね。あー、テスポンじゃない。まだまだ。あー、バッタースタイル。あ、すごいすごい。ぽいぽい。いくよ。3、2、1。ほら。あー。3、2、1。おおおー、え、当たった。取った。取ってない。はい。当たった。当たりました。なるほど。3、2、1。おおおお、え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 、取った。隠し玉。何やってんだい。お前らそんなんもできん。え、え、お前らそんなんもできん。え、と、え、やりようか。ほい。3、2、1。お疲れ様でした。3、2、1。うわ、はえ。はえな。3、2、1。お、わあ、あるよ。あるね。わかりました、わかりました。あるよ。3、2、1。いきます。3、2、1。あー、気持ちキュッと詰めると思ったところに飛んでいきます。あ、ほらほらほら、来た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 。気持ちキュッて詰めた方がいい。うちで取り手両方とも成長してきてるぞ。いきます。3、2、1。うわっ、ええやばー。すごっ。え、箸何これ。箸で取るの。え、
逆に走りがある。え、やっぱ社長レベルになる。ちげえな、やっぱ日本一ちげえな。いきますよ、3、2、1。無理だー。